はじめはただ生きるために盗んだ。そして盗むために生きるようになった。そうやってこれからも生きていくんだろう。よし、警備は多いが俺が来るとは思ってないだろうな。まずは一つ、何を隠している？お前のものは俺のもの。